なんで思ったんですけど、うん、山行きがここまでなったんですか、うん、どう分析してんそれ。もう正直言うとほら、うん、もう全国的に見て一強じゃないですか、うん、その現状どう思いますか。そうなんだよな、いいマグロを使った時の喜びを一緒に味わえるっていうの、その感動はやっぱり帰ってくる感動がすごいじゃないか、うん、そのやりがいはあるよねって話木下さんね、うん、60で睡眠時間ね、毎日1時半とか2時に起きて働いてる人あんまりいないよ。あとはこれだけマグロ食べてる人もいない。そういない、はい、これだけマグロ切ってる人間もいない。マグロ色ですもんね。マグロ色みんなから本当にマグロの夢しか見ないんですかってよく言われたけど、本当にリアルにマグロの夢しか見なくて、こんなに日々何とも言うんだもんね。恐怖なんだ。はい、そうです。逆に言うと売れなくなったらどうしようって恐怖の戦いなんだよね。そうすると絶対2番手3番手できるし、若い子たちそういうの発信するのが多分これ